はいどうも、哲学とです。シーズン27、皆さん楽しんでいらっしゃるでしょうか。もうすぐね、シーズン27も、終わりを迎えて、でね、まあ、気になるバフ要素もたくさんあるシーズン28が始まると思うんですけど、まあ、それに先立って、まあ、シーズン27の、最後に必ずやっておいて、他方がお得なことと、あとですね、まあ、シーズンが終わった後、シーズン28が、終わるまでに1週間の間がある、期間があるんですけど、その間にやっといた方がいいことなんかについてお話ししていこうかなと思います。まずですね、シーズン27のうちにやっておいてほしいこととしましては、まあ、基本的にはね、シーズンで、かかっているバフ要素ですね。今回で言うと、天使のるつぼで、まあ、強化されたアイテムとか、そういうものになるんですけど、まあ、これは基本的には、ノンシーズンの方には持っていくことができないので、まあ、性別化したアイテムをね、まあ、砕いてしまうのが、まあ、いいかなと思います。まあ、持っていけるとしても、おそらくこの性別効果をかける前の、普通のレジェンダリーアイテムとかね、そういう形にまあ変換されて、まあノンシーズンに持ってくるような形になりますので、まあ基本的には、まあシーズンの間に、まあ壊してしまうなり、鍛冶屋で解体するなりしてしまった方がいいかなと思います。で、まあいろんな素材類で、まあまずね、天使のるつぼですね。まあこちらの方なんですけど、まあ、ご存知の通り、まあ、レジェンダリーを一つ、まあ、プライマルエンシェントと同じ等級に、性別することができる、効果になるんですけど、まあ、この天使のるつぼ自体も、シーズンが終わったらね、消滅してしまうので、まあ、せっかくだったらね、今のうちに、まあ、拾ったいらないレジェンダリーアイテムなんかをね、性別化してして、使い切っちゃうのがいいかなと思います。私なんかもまあ GR 周回しながら、落ちたレジェンダリーアイテムなんかをこんな感じでね、どん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 、まあ変換するみたいなことを、やってるんですけど、性別化したアイテムは、砕くとですね、まあレジェンダリーの、ガチャに使える、血の欠片だったり、あと、報酬クエストでもらえる素材とかですね、がもらえたり、あとですね、グレーターリフトに入る時の要石なんかも、出てきてくれるので、まあ終盤の追い込みとかでね、まあネファレムリフト今から回すっていうと結構大変だと思うので、まあそれだったら、天使のルツボが大量に余ってるんだったら、まあレジェンダリーアイテムをこうやって性別化して、砕くだけで、十分なね、要石も、ゲットできるので。まあ残しておいても仕方ないので、まあもうこの時期になっちゃったら惜しげなく使っちゃうのがいいかなと思いますね。でこんな感じかな。まあちょっとあんまりにも数が多いとまずいんだけど、はい。でまあそれ以外の、アイテムなんですけど、まあ基本的にねこのラマナドニの贈り物、武器に穴を開けるアイテムなんですけど、まあ、これはノンシーズンに持っていくことができるんで、まあ、その放置してても構わないんですけど、まあ、いらないよっていう場合は、まあ、商人とかにね、お金で売ることもできるんで、売っ払っちゃってもいいかなと思います。で、まあ、石化した叫びの方はね、シーズン、ノンシーズン問わず、使うことができるんで、まあ、ノンシーズンの方持って行ってね、遊んでもいいし、まあ、シーズン終盤なので、まあ、フレンドさんと一緒にね、まあ、お遊びがてら、回してあげるのもいいんじゃないかなと思います。で、あとですね、まあ、ちょうど今日、2月の6日なんで、お話ししとくと、ホリデーシーズンの方も今日でね、まあ、終わりということになりますので、ゲットしたね、お祝いの贈り物、もしまだ開封してない方いらっしゃったら、今のうちに開けちゃった方がいいかなと思います。これもね、まあ、消えはしないとは思うんですけど、開封しないままいるとね、もしかすると中身がなくなっちゃうかもしれないので、まあ、なんか、特に保管庫とかに溜め込んでる人なんかは、まあ、この機会に、使っちゃった方がいいかなと思います。まあ、結構天使のるつぼね、変換していくのちょっとめんどくさいとは思うんですけど、まあ、これやっとくだけで、まあ、かなり違うので、まあ、余ったるつぼは全部、レジェンダリーにかけてあげるのがいいと思います。
で、もちろん、半地物の指輪とかね、まだ余ってるよっていう方は、それにかけてあげることでね、宝石の方に変換することもできるんで、まあ、なんだろうな。余った、ルツボは全部、使い切っちゃうのがいいかなと思いますね。で、まあちょっと数が多いので、まあここら辺でやめて、まあ実際に、砕いてみようかなと思うんですけど、まあこれね、鍛冶屋で分解してあげると、まあ死の吐息とか、あと、これあれですね、金飯3個とか、あと血の欠片かな。で、こんな感じでね、もらえるので、結構ね、これで出る、あと、なんですかね、忘れられし魂なんかも普段、普通のアイテムを砕くよりも多くもらえるんで、まあ、こんな感じでね、どんどん、解体してあげると。で、まあね、シーズン終わる前になるべくね、いらないアイテムとか、まあシーズンでは使ったけど、まあノンシーズンの方に持ってかなくてもいいな、なんていうアイテムは、先に整理しとくとね、まあ後で、まあ、シーズンが終わってから整理する手間が省けると思いますんで、まあ今のうちに、いろいろとね、整理しておくのがおすすめかなと思います。で、まあシーズンが実際にね、終了した後の、にやるべきことなんですけど、まあシーズンが終了するとですね、まあシーズン限定のアイテム、天使のるつぼとか、性別化したレジェンダリーアイテムっていうのは、まあ基本的に消えてしまう。まあレジェンダリーの方がどうなるかわからないですけど、まあ少なくとも、シーズンのバフ効果が消えたような状態で、まあ送り返されるっていうような形になると思うんですけど、終わった後はですね、基本的には、まあ上げたパラゴンレベルですね。例えばこの3134っていう、まあ今期私がレベルを上げしたね、レベルなんかは、ノンシーズンのキャラクターですね。まあ今6622までノンシーズンの方育ってますけど、まあ、このキャラクターに、基本的には統合されるという形になりますね。ただ単純検査でレベルがそのままね、足されるというよりは経験値換算になりますので、まあもっと低い値になるかなと思いますね。まあ6000台だと3000台のキャラクターと統合してもおそらく7000ぐらいまでしかね、パラゴンレベルは上がらないとは思うんですけども、まあ毎シーズン育てたね、パラゴンレベルはこうやって、ノンシーズンの方に、変換されてね、持ってこられますので、なんていうのかな、基本的にはノンシーズン、まあシーズンキャラクターを、毎シーズン作って遊んで、で、その後、まあノンシーズンに来たものを、まあ使ってもらうと。で、まあノンシーズンはね、この郵便受けという機能を使って、まあ他のプレイヤーとアイテムのね、受け渡しなんかもできますので、まあシーズンの中だとアイテムの受け渡しって基本的にできなかったんですけど、ノンシーズンではこのね、まあ、小包を送るっていう機能だったり、ギフトを受け取るっていう機能で、アイテムをね、送ったりできますので、まあ、そこはフレンドさんにね、このアイテムもしかしたら欲しいとか、そういうことを聞いとけば、まあ、受け渡しもできるよっていうことですね。で、まあ、保管、よくね、聞くのはこの保管庫の中身が、ノンシーズンになった瞬間にこう空っぽになったっていう人結構いるんですけど、シーズンで使ってた保管庫の中身っていうのは、こちらのですね、郵便受けの中のシーズンの箱という方にね、移動させますので、基本的にはシーズンが終わったらこのシーズンの箱の中から、今までね、保管庫に預けてたアイテムとかを、回収してもらうってことをやってもらいたいなと思います。まあね、量が多いと大変なので、まあシーズンの間に、いらないものは全部、捨てておくと、まあこのシーズンの箱から受け取る、アイテムの数も、整理できていいかなと思いますので覚えておいてほしいなと思います。でこのシーズンの箱は一応日数制限の方がありますので、その日数の間にね、受け取りをしないと、消失してしまうという扱いになりますので、まあシーズンが終わったら早めにね、このシーズンの箱から、アイテムの方、いるものは受け取りっていうことをやった方がいいかなと思います。確か30日とかそれぐらいは用意されてたはずなので、まあその間に受け取ってもらうっていう感じですね。まあ新しいシーズンが始まってしまうと、どうしてもね、まあ新しいシーズンに熱中しちゃって、このシーズンの箱の、中身とかすっかり忘れちゃうことが多いと思いますので、まあシーズンがね、終わって、新しいシーズン28が
丸までの1週間の間は、やることはあまりないと思うので、まあ、このシーズンの箱のね、整理なんかを、やっておくのにがおすすめかなと思います。はい、まあね、シーズン27も終盤近くなったので、シーズン27の最後にやっておくべきこと、そしてシーズン28に向けて、まあ、ノーシーズンでやっておくべきことについてお話ししましたが、まあ、参考になれば幸いです。では、またね、新しいシーズンでお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。